オメガのシーマスターのダイバーの120なんですけど、こちらの方は日付がついているモデルでして、まあ、両ともあの飾ってあったんで、今回初めてちょっと中の機械とか開けて見てみたんですけど、実はこちらの方がですね、手巻きでした。びっくりしましたね。まあ、知ってる方は知ってるんでしょうけど、私は知りませんでしたね。こっちは日付のない方はオートマチックって入ってます。こちらは入ってないです。で、同じくシーマスターの120で、まあ、回転ベゼルで、アップライトのオメガのマーク、うん、黒いマット仕様なんですけれども、まあ、まあ、裏蓋よく見るとちょっと違うんですけどもね、気づきませんでしたね。オメガのシーホースのマークがこれですね。で、スクリューバックなんですけど、ちょっと開けてみますけど、まあ驚きましたね。今回初めて知りましたね。これが開かないな。この時計が手巻きだったと、実は全然気づきませんでした。まあそれぐらい、まあ普段見てないんですよね、飾ってあるだけ。機械ですね。617かな。確か618。618ですね。で、これが裏蓋になります。で、リファレンスがですね、136027で、これもやっぱりなんかコンプレッサーケースなんでしょうかね、あの分かりませんけど、ヘルメットのマークが入ってます。まあ、あのこの当時のオメガは裏蓋も綺麗にこう磨きかかってるし、あの割合いいですよね。金メッキの機械でなかなかいい機械になってます。ということで、日付付きはあの今回手巻きでした。